新しい靴を履いた日は、それだけで世界が違って見えた。昨日生まれと違った自分の足音がどこか嬉しくて、あてもなく隣の街まで、何も考えずしばらく歩いてて、こんなことも最近はしてなかったなってぼんやり思った。舗装された道を選んで歩いていくだけ、そんな日々だけどもうやめたいんだ。今日はそんな気がしてる。夢見てた未来はそれほど離れちゃいない。また一歩次の一歩足音を踏み鳴らして、時には明かりのない寂しい夜が来たって、 Yeah! この足音を聞いてる誰かがきっといる。疲れて歩けないなら、立ち止まって足が見ついていれば、地球は回っていて、きっといい方向へ僕らを運んでくれ。どんな人にだって心折れそうな日はある。もうダメだって思えてきても大丈夫、もっと強くなっていける。今という時代は言うほど悪くはない。また一歩次の一歩靴ひも結び直して、喜びを分かち合い弱さを補い合い、 Yeah! 大切な誰かと歩いて行けるなら、もう怖がんないで、ひるまないで、失敗なんかしたっていい。拒まないで、歪めないで、巻き起こせる全てのことを、まっすぐに受け止めたい。夢見てた未来はそれほど離れちゃいない。また一歩次の一歩足音を踏み鳴らして、例えば雨雲が目の前を覆ったって、 Yeah! また日差しを探して歩き出そう。時には明かりのない孤独な夜が来たって、Yeah! この足音を聞いてる誰かがきっといる。はい、どうも、コバソルです。動画見ていただき誠にありがとうございます。コバソル YouTube チャンネルは毎週金曜日夜7時動画更新となってます。ぜひ楽しみにしていてください。そしてよければチャンネル登録してください。パソコンの方はこちらのボタンをそのままクリックしていただくか、スマホの方は動画の下にあるチャンネル登録ボタンからよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。コバソルでした。またね。夜が来たって、 Yeah! この足音を聞いてる。